動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思ったら高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さて、鳥取旅行編第2日目、話数的には4話ぐらいの感覚で僕は撮っているんですが、見えますでしょうか、右手の方に、我が鳥取県ふるさとの霊峰大山が見えております。この大山は別名ほうき富士と呼ばれていまして、中国地方で最も高い山、そして中国地方の富士山と呼ばれている、そういう立派なお山でございます。なぜございますっていうふうに言ってしまったのか自分でも分かりませんけど、はい、この動画に関して補足説明をすると、これから僕は家族に連れて行ってもらいまして、日野郡日野町根生というところにあります。しかもものすごい山奥になります。鴨地神社という、参拝した人は必ずお金持ちになれるという、そういう神社に家族と一緒に行ってきます。そんなわけで、そこにいきなり僕が現れてもいいんですけれども、今日は絶好のドライビング日和です。こんなに清々しい青空は久しぶりだと思います。鳥取も他の日本海側の地域とちょっと似ていて、冬の間はよく雪が降るんです。なのでこの春の山陰地をドライブ、山陰の道をドライブして、山陰地方もなかなか味わいがあるなと思っていただければ嬉しいです。そんなわけで、この鴨地神社までの道のりをどうぞゆっくりとお楽しみください。ここから一切僕は喋りません。ナレーションなしでいきます。ではゆっくりと春の山陰地の風景、景観をお楽しみください。ちなみにちょっとだけ補足説明をします。今僕たちが走っているのは自動車専用道路です。鳥取県が多分日本で一番誇っていい、便利のいい自動車専用道路、しかもこの区間、松江までの区間0円で走れます。鳥取から米子までを1時間で結ぶというすごい道路なんです。それまでの鳥取から米子までの通算の走行時間2時間以上かかってましたので、それがこの自動車専用道路ができたことによって1時間に短縮されたんです。これ画期的なことだと思うんです。まあどこかの元府知事さんはそんなものはいらんと、田舎は田舎らしい振る舞いなんてインギンブレーなことを言ってくれましたけど、この快適さは
住民の人々の願いと、そしてその願いを受けてこの自動車道の建設に駆けつけたたくさんの人々の本当に努力と、普段のこう何て言いますか、力の力と熱意の塊の結晶だと僕は思っています。なのでもしドライブ好きな方は一度でいいですから、この自動車で専用道路走ってみてください。安全に快適に走ってみてください。
で一般道に国道181号線を走っています。しておきます。大山山麓の麓には鳥取県を代表する写真家でもうすでに亡くなられて結構年数経ってはいるんですが、上田昌司さんというとても有名な写真家の、功績を称える写真館があります。この上田昌司さん、名前を聞いたことがない方も結構いらっしゃると思うんですけれども、実は有名なミュージシャンの福山雅治さんとの奇跡のコラボ会などがありまして、僕も大好きな楽曲ハロー、あれのジャケット写真は実は上田昌司さんの作品でもあるんです。ですから実は福山雅治さん、時々その縁を大切に思っていらっしゃるのか、鳥取県にも頻繁に足を運ばれるそうですよ。
Thank you.
鴨地神社の駐車場に到着しました。ここから歩いていきます。今回の動画どうでしたか？楽しんでいただけたでしょうか？もし面白いと思っていただけたようでしたら、高評価、グッドボタンと、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。